皆さんこんにちは、中曽根です。いかがお過ごしですか？お元気でいらっしゃいますか？お元気でいらっしゃいますかと言われてもね、コロナ禍がまだ収まってない状態で本当に不自由な生活をしてらっしゃるんじゃないかと思います。元気もなくなった、または、気分的に落ち込んでいる、そんな方がいらっしゃいましたら、今日は、嬉しい情報をお届けしたいと思います。昨年、このコロナ感染症の拡大の中で、アジアネイルフェスティバルは中止にいたしました。今年はオンラインではございますが、8月1日と2日に開催いたします。昨年の、東京ネイルエキスポもオンラインでしたので、その中で私たちはいろんなことを学びました。そして、皆さんにどういうものをお届けしたら本当に喜んでいただけるのだろうかということで、このアジアネイルフェスティバルはいろんなことを盛り込んでみました。まずコンテストですけれども、もうすでに締め切りは過ぎておりますけれども、プロ部門、そしてジュニアスチューデント部門、そして昨年の東京ネイルエキスポでも中止にいたしました、世界ネイリスト選手権、これも行うことになりました。世界ネイリスト選手権は実際のモデルさんを使って、90分の激闘ライブ配信、楽しみにしていただけたらと思います。それからトレードショー、そしてクラスルーム、こういったものもご覧になれます。トレードショーはきっと、メーカーさんはいろんなものをこの長い自粛期間に開発されていると思いますので、新しい商品またはコロナ対策の商品なども開発されておりますので、どうぞそのあたりをご覧いただければと思います。また特設スタジオには、トップネイリスト、お迎えいたしまして、ライブセミナーデモンストレーションを行います。それからいろんな企画を今しているところですけれども、今大人気の、フォロワー数300万人と言われる人気、YouTuber の方をお招きしたり、それから各界の、お元気な方たちをお招きしたり、または皆さんネイルサロンにお客様が来なくなって、ちょっと少なくなって本当に困ったわという方が必見の、コロナ禍に負けないサロン作り、コロナ禍でもお客様が増えました、なのでスタッフの給料も増やしました、そういうサロンもあります。そういう経営者をお招きしての、どういったこの状況の中経営したらいいのかなどとのお話を伺いたいというふうに思っております。とにかく、今回はこう湿った、お話が多いので、夏祭りのような賑やかさ、そして、夏祭りの打ち上げ花火のような元気な華やかさ、そういった2日間をこのアジアネイルフェスティバルで皆様に情報提供したいと思います。どうか2日間お楽しみにしていてください。